はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゆうき30代です。さあ本日なんですが、ユベルがね診断で、まあ、新機械をいっぱい実装されまして、まあ、皆さん楽しんでいらっしゃるかなと思うんですけども、どうしても俺組みたいデッキがあってさ、ユベルヒーローっていう。ユベルって10代と切っても切れない関係にあるんですよね。ネオスとユベルの融合のモンスターがいるぐらいで、まあ、やっぱあの GX 遊戯王 GX っていうアニメ見ていただければわかるんですけど、まあ、ユベルと10代はあの超融合して合体する、人じゃないですか。でユベルとヒーローって実はね意外とね相性がいいところが結構あって、まずネオスクルーがネオスフュージョンで出して、まあ、結構そのネオスワイズマンとかを活躍させられるっていう点もそうなんだけど、ユベルギミックの、まあ、フェイバリット系のカード、メタナフェイバリットとかっていうカードとかって、あのフェイバリットカードをサーチできるフレームインクなんてこともサーチはできるんですよね。で、フレームインクはフレームシュートは結構エレメンタルヒーローから結構簡単に融合召喚ができるんで、まあ、ちょっとバイオンとかそのビジョンヒーローの力ちょっとだけ借りたりしてるんですけど、ほぼまあエレメンタルヒーローとユベルだけで一応組めるようにはなってるんですよね。で、今日はちょっと重大感を強めたくて、エンゲージネオスペースを使おうと思ってこれ採用してます。これどういうカードかっていうと、このカードめっちゃ強くてね、このカード発動するターン自分融合モンスターしかエクストラ力から特殊ができないって強烈な縛りが入っちゃうから、まあ、リンクモンスターとか出せなくなっちゃうんですよね。これ発動するターンはターン縛りかかっちゃうんで、リンク召喚してから打つとかできないんだけど、これ代わりに手札デッキから、1体ずつネオスペーシアン1体とエレメンタルヒーロー墓地を送って、デッキからネオスペーシアンかレベル50のエレメンタルヒーロー出すよと。でデッキ墓地から融合手札に加えるよっていう感じ。これがねめっちゃ強くて、要はスプリットオブネオスとか特殊召喚して融合回収しながらスプリットオブネオスでフェイバリット系のカードとかサーチしたりとか、EN シャッフル、サーチしたりとかっていうことができるんだよね。これはあれか、フェイバリットカードじゃないか、エレメンタルヒーローの、カード名が記されてるカードか。だから、まあ、EN シャッフルとか、それからこっちの、フェイバリットコンタクトとか、はい、この辺のカードとかあったらサーチができますよみたいな感じの方がなっていて、理想ムーブはね、相手のターンで、シャイニングネオスウィングマンが、まあ、出せるこのフェイバリットコンタクトと、あと、ユベルを使って超融合をすることができるエターナルフェイバリット、この2種のフェイバリットカードをセットすることですね。これが一応理想展開。まぁ、あ、ちょっとね、今回この56枚ってさ、入れたいカード全部入れてるからさ、俺。入れたいカード全部入れてるから、こんな感じの枚数になってんだけど、上振れればいける。はい。ちょっとね、動かし方はぜひ、実際にご覧いただければと思うんで、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。究極の愛の形デッキ、一応できたんで持ってきたんですけど、このデッキ再現性もクソもないですし、入れたいカード全部入れただけなんで、かなりアドリブ展開を要求されます。はい、とりあえずワンフォーワンとかいう最強カードを使って、シャドウミストの効果と効果取ってるシャドウミストだけか。これはちょっとバイオ持ってくるしか、これ融合サーチする方法ねえな。一応ブレイズマンとか入れたらいけるけどね。でサクリファイスデモンロータスの効果を発動。サクリファイスデモンロータスの効果によってユベルを特殊召喚。さらに、効果発動してナイトメアペインを1枚手札に加える。あ、じゃあセットし、そしてナイトメアペインを発動。ナイトメアペインの効果により僕自身を破壊し、僕自身を特殊召喚。パリーン。手札に加えるのは別に融合さんにするやつだったら何でもいいですね。で、スピリットオブユベルの効果を発動。スピリットオブユベルによってユベルを特殊召喚。さらにユベルモンスターと攻撃力攻守がゼロの悪魔族をデッキに返し、あられをファントムオブユベル。よし、こっからヒーロー展開入っていくぞ。普通に強いな。ビジョンヒーローバイオンの召喚成功時の効果を発動。ちなみにファリスとか使えないんですよね。ヒーローしか出せなくなっちゃうから、そのターンで縛りが入っちゃうんでね。これちょっとね、だいぶアドリブ展開を要求されるんですけども、フレーム、ちなみにこのシュートっていうモンスターなんですけども、これ特殊召喚に成功するとフェイバリットカード持ってこれるんですよ。フェイバリットカード、そう、あなたとの究極の愛を私は形成するために、エターナルフェイバリット、これ超融合が打てるカードですね。これをサーチし、さらにエマージェンシーコールを発動。エマージェンシーコールによって、まあ、これは次の初動を持ってきて
で、ユベルの効果で、なんだっけ、あのリリースすればいいわ、あのこれ、サンライザーを。こうすれば、バイオン弾残るから、でバイオンの効果発動してヒーローを除外して融合を回収して、これ一応あれだな、あのフェイバリットコンタクト、引きゃ、まあ、除外ゾーンに揃ってっから、ユベル、あユベルじゃない、あの、なんっけ、ウイングマンとネオスが、だからあのシャイニングネオス出せるね、こと出さなくていいや。でセットセット、まあ、これでエンドですね。ほんで、ユベルの効果を発動、ユベルによってモンスターをリリース、サンライザーをリリース、さらにサクリファイスデモンロータスの効果、サクリファイスデモンロータスを墓地から特殊召喚、これが愛の形なんだよ、究極の10代君が悪いんだよいや10代、俺も10代なんだけど、俺も10代なんだけど、これちなみにあのダークローも出ますからねめちゃくちゃ強い、めちゃくちゃクソ破れた、最強の破れきた王の棺だと。え、これもうマクロコスモス状態にしといたらもう勝ちなんじゃね、マスクチェンジ言っていい、うわマスクチェンジ、てて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 、あ、これあの著作権にかかるんで、あの10代のテーマを自分で歌ってます、てて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 、かなんか10代ユベルデッキの盤面普通に強えなファンデッキとか言いながらモンスター効果2回無効と超融合とダークロー、あのマジやばくねえか、これこれ無理じゃねえ相手、これ返せないだろこれ。でもハゲじゃん、ダブルハゲだ、来たダブルハゲ、ロンゲ VS ハゲってことなのこれね、つまりデュエル あの形式としては。いやこれダークローマジ無理すぎじゃん、なんじゃないと思う、あれ相手王の棺使えないはずなんですよね、ダークローがあると、あの墓地ぐらいでカードが、やべ圧倒的パワーすぎてちょっとダークローが強すぎる、うわフェイバリットカードきすぎたな、これフェイバリットカードしかこん、バイオン召喚効果、結局なんかなんだっけ、あいつあれがさ、まあ、バイオンくんがさヒーロー持ってきながら融合サーチできるからさ、ちょっとさブレイズマンとさ格が違うんだよな、なんか、これはブレイズマンあの融合サーチしたさ後にさ変身できればより強かったのにね。ビジョンヒーローバイオンの効果でシャドウミスト、なんでビジョンヒーローを使わなきゃいけないんだろうな、これエドフェニックスじゃなくてあの10代のカードでバイオンみたいなカード出してほしいわ。はい、で属性ちゃうやつでサンライザー出して、これちょっと待ってね、これこことこれ打つしかないか、ちょネオスに触れねえかな、今回はちょっと厳しいかもしれん、バイオン、いやシャドウミストバイオ、リキッドマンサンライザーで、チェーン1リキッドマン、チェーン2サンライザー、これあの夢で引き出ないとただのあのパリス使えないザコヒーローですからねエンゲージネオスペースがさあ来た、エンゲージネオスペース来た、これ後で回収できるからこれちょっと捨てていいわ、でエンゲージネオスペース発動、ネオスをぶん投げて、できたらグランモールを墓地のくり、さらに、スプリットオブネオスを特殊召喚、効果発動回収、さらにスプリットオブネオスの効果を発動、これはちなみにエンゲージネオスペースマジ書いてることガチ強いじゃないですか、これこの発動するターン融合しか出せねえっていうなんか縛り入るんですよ、だからリンクモンスターとか1ミリも出せないですよねこれが弱いところですね、弱いところであり、でも書いてることはめっちゃ強いから、まあ、使ってるって感じなんだけど、でエアーマン特殊化するじゃないですか、でエアーマンの効果発動でヒーローを手札に加えていく、これでいいか、属性が違えば何でもいいや、でこれは後でいい、で手札から融合を発動、融合によって属性が異なるヒーローで融合召喚、エアーマンとスピリットオブネオスを使い、うおエレメンタルヒーローフレームウィングワン、フレームシュート融合召喚成功時効果発動、フェイバレットカード1枚を墓地から回収、キュイーン
で、EL シャッフルの効果を発動。クソモグラとなんかシャドウミストとかでいいか、シャドウミストとかをゲーム、デッキに戻し、カードを1枚ドロー。これでスローン引け、スローン、スローン来い。ああしょうがねえか、まあ、セットセットエンドになるんだこれは。ターン終了ですね。これいやこれあれだな、アブソルートゼロ出しとくかどうか問題っていうのは結構あるんだけどね。まあ、会社のターンに使った方が強いかなと思って出さないんだけど、一応アブソルトゼロ出すっていうパターンもありますね、ミラクルフュージョンで。さあ金満で謙虚な壺の効果、コスト6枚、コスト6枚はちょっとさすがに裏打った方がいいか。コスト6枚これ何デッキか全然わかんないけど、まあ、コスト6枚は裏打ちましょう、さすがに。さあ事故っててくれ。ちなみに妨害的にはあのフェイバレットコンタクトでシャイニングネオスウィングマン出てくるくらいしかないっす強そうな盤面敷いてっけど、なんかドヤ顔で、あのシャイニングネオスウィングマンの妨害しかないですこれ、盤面の妨害はね。うーわハガじゃん、ビートルーパースカウトバッキー来た、やばい、レベル3のモンスターが2体。いやもうこれってもさ、これ昆虫族で切って大体昆虫族がいたら展開できるってカードなんだね。 ここでモンスター処理したら多分展開できないと思うんだけどな。昆虫族いたら特殊関係の、まあ、カードめっちゃ多いんですけど、これなんか昆虫族を着地狩りであの盤面から消せば展開できないっていう説あるから、ここで、シャイニングネオスウィングマンをバチコリと出しに行って、うおっ効果発動、シャイニングビーム、相手のフィールドのカードを、フィールド上の特性の種類の数だけぶっ壊すっていう効果ですね。これ対象となるんですよ、あとはもう何もないです。ちなみにあとは何もないっす。無限砲よ。ああまあいいだろ、そのぐらいは。効果では破壊されないという体制ありましたけれども、効果で破壊されるようにはなりました。ビートルーパーフォーメーション。うわ、やべ。ちょっと待って、こっからやばいこと起きるか。いや、でも、多分ね、こっからでもモンスター数増やすのかなり難しいから、多分、クローラーとかいないと無理だと思う。いや、いるんかいそれはやばいわそれはやばい、ちょっと待って、ガチでやばいこと来た、ちょっと待ってくれ、あ、やばい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 、ちょ、あかんかもしれん、これやばい、これワンチャン死ぬ、ワンチャン死ぬ、ピコパレーナ、やばいやばい回り出してしまった、まずい、もう何もないんだって。エターナルフェイバリットくんちょっとセットされてるけど何も起きないんだよな、ユーベルないから、ひえあーのほーやばいやばいあかんてー、強心中やばいって、強心中やばいって、バタフライダナウス誰だよお前。あ、展開効果持ってるやつか、これ強いなこいつ、やべえ、これで昆虫族モンスター4体に分裂するってこと、ちょ待ってくださいよ先生ちょっとやりすぎですって、あ、やばいやばいやばい、マジでやばいわこれ普通に。ああで昆虫族モンスターがめちゃくちゃいっぱい出てきて、でこの強心地またフィードから墓地をやるってかいうこと、え、これ俺死ぬ、これもしかして、いやマジで俺これ死ぬ可能性プンプン出てきた。じゃあベアグラムがさ、これ強心地除外されんじゃん、でなんかベアグラムっていうなんかその昆虫以外許さんみたいなさ、昆虫とか以外全部パスするみたいなモンスターいるんですよこれ普通やばいっすあ、ゴキポール、はい、あ、ゴキポールなんだ、ゴキポールどうぞ、はい、ゴキポールはまあ1体しか破壊できないからまあいいや、ゴキポールでなんか通常モンスター持ってくると出しながらそいつの攻撃力以上のモンスター破壊するって効果なんですけど、あー融合ですねこれ、はい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 、ランディング、え、ビッグアント、ゴキボールじゃないんかい、でビッグアント特殊召喚されてなんかフィールドのモンスターぶっ壊せるよみたいな、1200より高いモンスター打点が、まあ、何でもいいんだけど、あ、まあ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 いいよね、はいはい、シャイニングスウィングがぶっ壊されましたと。いやでもさ、これこっからベアグラムにアクセスする方法ねえよな、ワンチャン耐えてる説もちょっとあるぞ。あーでもローカストキングとかいうガチでやばいやつ来た、ローカスティングキングやばい、地獄セミー起きちゃった、これフィールドのモンスターの効果無効にしてくるやつですね、はい、いやでもねこれなんか死なそうな気がするんだな、リンク4でしょ、で4でダッチできて、
いやでもね、これ全部っぱがないはずだから、多分ねベアグラムは出てこないと思うんだよね。多分ベアグラムなくて、で装備カードないから、あのなんかグレートインセクトみたいなやつ出せないじゃん、融合の。あ、でランディングするんだ。なるほど、ランディングは融合カード。あーってことあれか、これ、あ、そっちね、クルエルサターンみたいなやつ。クルエルサターンか、クルエルサターン。はい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 、みんなついてきてる、大丈夫。ビットレープは新規増えすぎてして、よく分かんなくなってるんだよね今。多分耐えたな。あ、フロードスイング、オッケー。バトル、オッケー、耐えた、多分耐えてるよね。オッケー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 。で、まあ、一応サンライザーの効果、まあローカストキングってどうせ言われるんだけど、まあローカストキング君を一応爆破するって言います。爆破したいです。なんかありますか。で、ローカストキングの効果によって、サンライザーの効果を無効にしながら守備表示になる。さらに打点が。オッケーオッケーオッケー。あ、大丈夫だ、ライフだいぶ残るわ。熱いわこれ、ライフ残るのはでけえ。で、地獄セミをローカストキングの効果によって守備表示でモンスター特殊感、ああはい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 、ありましたね、その効果。で、スティンギーランス特殊感と、 OK です。で、痛いです普通に。で、3000でぶん殴られました。いや、でもライフ残ったらでけえ。いや、これであとはフロートスティングとローカストキングだけなんとかできればいいんですよね。いや、これはワンチャンあるか。なんか増援か。あ、まあ悪くないな、悪くない。増援発動、フロートスティングを絶対に踏めるカードを持ってこなければならない。これバイオンやったら踏めるやろ。バイオン、シャドウミスト、オネスティネオスで戦闘破壊しに行くしかねえ。これだったらエアーマンでよかった。バイオン召喚効果発動。いや、これフロートスティング使ってくれ、頼む。フロートスティング使ってくれ、頼む。よし、いや、ワンチャンある、マジで、これマジでワンチャンある。じゃあマジでワンチャンある。で、バイオン破壊される。オッケー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 。ってなってきたら、ミラクルフュージョンとしかないね。ミラクルフュージョンの効果を発動。ミラクルフュージョンの効果により、ウェイクアップ、いつの日もオーレイズ日は昇る、君の熱い思い届いてみれば、スタンドアップ、ウェイクアップ、ユアエレメンタルヒーロー融合召喚。さらに除外された、リキッドマンの効果を発動。地獄セミのローカストキングってさ、フィールドのモンスターしか無効にできないからさ、いや遅えな、遅えんだバカ誰が。アライブさっさと先に来いや。で、いいエマージェンシーコールの効果を発動。いいエマージェンシーコールの効果によって、デッキからエレメンタルヒーローオネシーネウスを手札に加えていく。ローカストキングってさ、効果無効、いやダメージで使えないじゃん、ダメージで使えないじゃん、あなた釣ったかこれ。ちなみにウェイクアップは融合スライにした融合モンスターの数だけ相手モンスターにぶん投げることができるぜ。大丈夫だ、なんもね。バトルベース、いっけー、ウェイクアップ、バーンチダメージ計算値、オネスティレオス発動、うおー、そしてフレームイングマ効果、バゴーン、ドーン、つえ、あ、トークームやつですね、はい、トークームだ、どうぞ、はい、どうぞ、うおー、対戦ありがとうございました、つえ、ウェイクアップ、つえ。いやー、これネオスフュージョンで分からせて、マジネオスフュージョンレインボーネオスっていう、一応ね、最強の動き、一応デッキの中に入れてるんで、これをね、後手からね、ま、ぶち込んでいけると嬉しいですよね。あー、ホルスか、オッケー、いいよ、ホルスデッキいいでしょう。ホルスなんかあれだよな、出張パースとして非常に優秀だから、もう本当にお世話になって、リュウ実況チャンネル的にはもう様々だわ。だからホルスのパックで、俺ホルスで何個デッキ作ったんだろう、ちょ分かんないけど、多分20個ぐらいはデッキ作った気がするからお得意様なんだよねホルス。救いの鍵足、どうぞ。コスト強くない、コスト強すぎません、これマジでお得意様なんだよねこのデッキ、マジでめちゃくちゃありがてえ。ホルス本当うちのチャンネルをね、助けてくれた、救ってくれたと言っても過言ではないね。光の結界、え採用タグマじゃん、やばいやばい、ちょっと待って、採用タグマ、やべえ、ホルスと光の結界ちょっと嫌な感覚すんだ。
ちょ若干嫌な予感がするぜ。大丈夫か。ドゥアムテフいいだろう。ドゥアムテフ出てきて、なんもないんですけど、フィニッシャーランク23位。あ、ドゥアムテフとあれなんだ、このケベンセルフあたりは20位台ぐらいなんだね。でも20位台って結構高いよね、フィニッシャーランク。あ、でフォトンロードとか出すのかな。これニビルケアっていう感じですよ多分ね。あ、そうですよね。はい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 、フォトンロード出てくる。フォトロ出てきた。で、イムセティ出てくる。で、あともう一個なんだっけ、ハーピか。ハーピ出てくる。はい。で、結界張る。ちょっと待って。ちょっと待って。すべてを察しました。あ、やばいです。これ、ジアンデッドでしょ。待って、どうしよっかな。ちょっと待って、これ。なんかあれか、シャドウミストかなんか置いとくしかないか。これ絶対、これ絶対ジアンデッドじゃん。待ってよ、採用田さん、採用さん、ちょっと落ち着きましょう、落ち着きましょう。まともに遊戯王ができないんですよ、そんなモンスターのされたら。あかーん、助けて、やばいって。デッキトップに置いたモンスター特殊召喚しようとしてるって。あーやべ、ちゃんとピフティーも入ってる、デビルも入ってる、ガチ勢だ、採用タグマガチ勢だ、やばい。ザ・ワールドの効果、機械の結果がある場合表を強制的に適用することができる。ザ・ワールドの表側表示の効果、皆さん知ってますか。ザ・ワールドの表側表示の効果、まあご存知ない方は、僕のチャンネル見てる方だったら多分いらっしゃらないんじゃないかと思うんですが、これモンスター2体リリースするのによってエンドフェイズね、相手のターンを全スキップするってガチでやばいことがあります。俺のターン、俺のターン、俺のターン。俺のターンどこ行ったおい、ざけんなお前、俺のターン。アルカナフォースってなんで強い強が来ないか知ってます。強化するとね、ザワールドですぐターンスキップしてくるからなんですよ。やっぱあいつゴミやな。